はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も聖堂神大学本当にありがとうございます。はい、今回はですね、口角炎を治す方法ということでお届けしたいと思います。はい、まあ、口角炎とかね、この口の周りのね、この唇の割れとかもそうなんですけど、結構みんな栄養が足らない寝不足だとかですね、そういうこともいろいろな理由としてあると思うんですけども、僕はですね、しっかり睡眠もとって栄養もとってるつもりなんですけども、ここがね割れるんですよ。痛いんですよ、もう。で、僕ね、毎週歯医者行っててですね、口開けるたびにですね、ここがこうピキって切れちゃうんで、なかなか治りにくいんですけども、これをひどくならないようにしてですね、これ普通の方ならね、口角炎1日で治ると思うんで、ぜひねやってほしいと思う。やり方としてね、今日ねお届けしたいと思うんですけども、僕ね、口角炎の動画ね1本か2本撮ってると思うんですけども、まあ復習を兼ねてやっていきたいと思います。まあね、この季節ね、乾燥してきて割れやすいんですよ。割れやすいからね、結構ね相談いただくんですけどね、僕もねこれ復習を兼ねてちょっとやっていきたいと思います。で、いつも使っているこの炭酸性体スプレー、白い方です。これを使っていただきたいと思います。で、これをねまず顔にかけます。まあ、顔にかけてから口周りにかけてもらいたいんですけども、でこの時ね、まあ、馴染ませる感じで、これね、なぜかというと、やっぱり皮膚の栄養素、乾燥しているってさっき言いましたね、乾燥する季節じゃないですか、今まさに冬場って。で、乾燥してしまうからやっぱ割れやすいんですね。ってことは、ここを早く治さないといけないんですね。早く治すために、まあ、クリームとか、乳液とかいろんなもう薬用クリームとかあると思うんですけど、僕はですね、まず血液循環を良くしていかないと、まずそもそも始まらないと思ってるんですね。血液循環が良くなるから再生作用が働く、血液循環が良くなるから皮膚のその整い、皮膚が整ってくるってことですね、こう保たれてくるってことなんですよ。で、こういう状態をしてから、あなたのねお使いのクリームだったりとか使ってほしいと思うんですけど、僕はですね、これです。じゃじゃん、バセリンです。はい、これをバセリンって書いてたんでね、あの薬局行ったらバセリンなんですけども、これをですね適量につけて、こう口の口角とか痛いとかね、こうちょっと塗るんですよ。塗って、ちょっと残ったところは唇にも塗ってるんですけどね、はい、もうマスクしてるから結構これね、マスクについちゃうんで、結構こまめに塗ってます、最近は。はい、痛いんで口角炎がね、やっぱりどうしてもね、大きく口開けて、で歯医者さんで言われても開けるからピキってなるんですよね。これ週1回やってるとですね、結構治り悪いんですよね。ほんま開けたくないけどなと思いながらもね、開けないとしょうがないじゃないですか、歯の治療なんで。なので、いや、遠慮したい動作ってあるじゃないですか。これ日常でもあると思うんですけど、遠慮したい動作やらないといけないとかあると思うんですけども、でもやっぱりその度にこう体が痛めてしまうっていうことあると思うんですよ。デスクワークでもそうですね、腰が痛いのに、仕事をしないといけないな、これやってまた腰悪くなるんかなとか、こう力仕事とかでもそうですよね。で、そういう時はですね、早く、治すっていうのはもちろんなんですけども、その前に血液循環を良くするっていうことを考えてください。血液循環を良くするとですね、治りが早くなります。これ打撲とか骨折もそうなんですけども、血液循環が良くなればですね、再生作用が働くんですね、早くなるんですね。で、これを僕はですね利用しております。で、こう塗っていただいた後にもうこのまま、寝ていただくとか、僕みたいに日常でも塗っていただいてね、こうマスクしてるから今ここがねピカピカになっても目立たないじゃないですか。逆に利用したらってことなんですけども、このマスクでね隠れてるんで、ここら辺が少々こうギトギト感あっても僕はいいかなと思うんですよ。で、まあ、こういう形で毎日をね、過ごしていくっていうことなんですけども、これね本当に効果出るんで、まずポイントはですね、この血液循環を良くするってことです。このスプレーを使って血液循環を良くして、美容成分ね、プラセンタ、ビタミン C、 誘導体、ヒアルロン酸、これも入ってるんで、さらに栄養素が送り届けられやすくなって、お肌の保たれやすい、肌がね、潤いが保たれたりとかですね、こうお肌のこのもちもち肌っていうことになってきますんで、ぜひね一度この方法を試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日もね動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。
僕のセルフケアはですね、まず体の疲れを取り除いてからセルフケアをしていくっていう方法なんですけども、その時のその疲れを取るっていうのはですね、血液循環に重要なポイントがあります。血液循環が良くなれば痛みが取れてしびれが取れて、血液循環が良くなればたるみが取れてシミも消えてシワも消えるっていうところなんですけども、その血液循環を良くするっていうところはですね、この毛細血管を拡張させるっていうところなんですね。その毛細血管を拡張させるのがですね、この炭酸生体スプレーに重要なポイントとなっております。でこちらのですね、炭酸生体スプレーをたくさんの方が使っていただいて、本当に毎日ですね、嬉しいコメント、嬉しいご報告をいただいております。本当にありがとうございます。またですね、この炭酸生体スプレーを試されてない方はですね、この動画の概要欄にありますアンジー久しからの直接購入、 Amazon、Yahoo、 あと楽天もあるんですけども、そちらの方からもお買い求めできますので、ぜひ一度試してみてください。僕のセルフケアはですね、簡単にできて効果が出て、あとは楽しんでやっていただけるっていうような動画配信をしております。やっぱり楽しくないと続かないと思いますので、ぜひ楽しみながらね、この動画を見ていただいて、みんなで一緒にですね、若返っていこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。またね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。